Hello guys! Welcome back to Iconoclasm Mutual Hobby Channel. This time, I painted North Dwarf Aikens Cody, produced by One Manga Mutual. Let's get started!For the X, skip 3 and 4. Cry for Japanese babies. I got a crowd, dish of angel, crash and crash. I got a crowd, dish of angel, crash and crash. 前回の動画で声に元気ないって言われたんで、ちょっと趣向変えてみました。今回はオールドスクールなミニチュアをペイントします。小さなモデルを際立たせるためにベースデコレートに少しだけ力を入れます。めっちゃ簡単で安くできるんで、ぜひお試しください。100均で買ってきたコルクの鍋敷きを適当な大きさに手でちぎります。同じく100均で買ってきたカラー紙粘土でミニチュアとコルクの間を埋めます。プラパテもエポパテもモリモリもベトついて使いにくいし、グリーンスタッフはお高い上に準備が面倒いんですよ。その点このカラー紙粘土は柔らかいのに形を保持しやすく、手にもくっつかないので使いやすいです。もうすっかり紙粘土大好きおじさんになってしまいました。あとこのブランドのミニチュアはタグと呼ぶにはあまりにも分厚い塊が足元にくっついてるんですが、切り飛ばすのは現実的じゃないんで埋め込んで処理してます。ついでに木工ボンドも100均で新しく買いました。水で薄めた木工ボンドをベースデコレート全体に塗ります。アイコノクラズムサンド、これ一袋で様々なベースデコレートに使えるんです。5万円ぐらいで紹介ですか？いや、高くは売れません。安いので驚かないでください。税込み200円でのご紹介です。安い。すんません、一遍これやってみたかったんです。うちの動画はべしゃりとネタで持たせとるんで、砂の上からもさらに薄めた木工ボンドを塗ります。コルク部分には塗らなくても良さそうですが、これは素材をコーティングして補強する意味もあるんで、しっかり塗り込んでおきましょう。丸一日乾燥させました。ほとんど引けてないのがわかると思います。これがカラ紙粘土の実力だぜ。アンダーコートブラックできっちり隅々まで黒くします。今回はメタル素材なんで念入りにダブルアンダーコートします。上方向から軽くアンダーコートホワイト、これによってアンダーコートの時点でゼニタルなグラデーションが入ります。ペイント開始です。ゲロ薄めたドライアドバークで地面全体をワッシュ気味にペイント。
へこんだ部分に白が残らないようにします。コルク部分はメカニクススタンダードぐらいでベタ塗り。土砂崩れや採掘で地層が露出した感じを演出します。違う素材をつなげた違和感を逆手に取る演出です。ベースの縁は黒くします。昔の見本は緑だったり茶色だったりしましたが、結局黒が正解ってことですわ。コルク部分に所々ストリプリングでオレンジ色を入れます。これで地層に酸化鉄が含まれていることを表現しました。オレンジの上からセラフィムセピアでシェーディングしてなじませます。せっかくモノトーンのグラディエーションが入っているんで、今回はコントラストカラー主体でペイントします。ファイアスレイヤーフレッシュで素肌部分をウォッシュ。今回ペイントするミニチュアはウォーマンガーミニチュアのノースドウォーフ。勾配のある地面に合わせることを考えて斧を振り上げているエイキンスキョーディというモデルを選びました。鉱山に攻めてきた敵を迎え撃つという状況を再現しています。こういう物語性を持たせるとベスデコやディオラマに説得力が生まれます。深く考えないで簡単なところからやってみるといいでしょう。丸パクリも十分ありです。靴とベルト一部の袋にはスネークバイトレーザーを使いました。この色は激烈に薄めると明るい単色に染まります。5倍以上に薄めて重ね塗りで調節すると良いでしょう。ウォーマンガーとは戦争屋の意味。ウォーモンガーって読む人がいるけど、お前は月曜日をモンデー、母親をモザーと読むのかと問いたい。イギリスのファウンドリーというメーカーのファンタジーブランドです。オークフレッシュでパンツをウォッシュ。ファウンドリーの創業者はスタデルミニチュア創業者にして元ゲームズワークショップ会長のブライアン・アンセル。今はお孫さんのダニエル・アンセルが経営してます。いわばシタデルのイボ兄弟のようなメーカーです。ブラッド・エンジェル・レッドで小物をウォッシュ。
シャバシャバ塗れるんで筆が軽いですね。やっぱコントラストは楽だわ。ゴア・グランタ・ファーで斧の絵をウォッシュ。一部のミニチュアは80年代から90年代のシタデルと同じ造形師が作っていて、エイジ・オブ・シグマーが失った古き良きオールドスクールファンタジーが山盛り用意されてます。在庫もしっかり揃えてるんで、アイコンクラズムのウェブストアから探してみてください。コントラストだけだと彩度明度ともに高すぎるんで、全体をセラフィムセピアでシェーディングします。ここからは地道にベース&レイヤー、ヒゲと髪をドーンストーンでベタ塗り。ウォーハンマーもオールドワールドが復活するし、今年からはオールドスクールファンタジーが復権しそうですね。斧をメカニクススタンダードグレイでベタ塗り、つまり NMN でペイントします。古いミニチュアを最新テクで塗るという趣向です。腕輪と髪留めをバロールブラウンに黒を混ぜてベタ塗り、ゴールド NMM の下地です。ハイライト部分にホワイトスケッチを入れて、そこを薄めたクリアイエローでグレイズ。ブラックテンプラーを薄めて、髪ひげと木の部分をシェーディング。ギザギザのモールドはこれをやらないと落ち着かない。渋いぜ。斧に取り掛かります。刃の部分をメカニクススタンダードグレイで塗り戻し、先っちょをドーンストーンでレイヤリング。この後白を混ぜながらエクストリームハイライトを入れて、目にも白を入れたんですが取れてませんでした。目の周りにゲロウスクリアパープルを流し込むとこうなります。タミヤの極細面相筆プロ2で黒目を入れました。完成。ちょっと地面を盛るだけで驚くほどドラマティックに仕上がりました。ベスデコはめっちゃ奥が深いんで、これからも研究を続けてここでその成果を発表していこうと思います。それじゃあ今回はこの辺で、チャンネル登録お願いします。